今回のイベントには子どもたちに夢を与え続ける日本のトップスケーターも参加してくれました。全日本選手権準優勝でオリンピックへの切符をつかむと、そのバンクーバーでは8位入賞。25歳、さらに輝きを増すスケーター、鈴木亜希子。夢とか希望がその演技から受け取ってもらえた時に、子供がやってみたいなって、スケートっていいなって思ってもらえるんじゃないかなって思いますし、あとはやっぱスケート好きになってほしいので、そのためにも明るいパワーというか元気なパワーをスケートから伝えられたらいいなと思っているので、しっかりと未来の子供たちに夢が与えていけるようなスケートをしていきたいなっていうふうに思います。鈴木亜希子選手でした。ありがとうございました。